税外教の石井です。外需資格の認定証明書の有効期限、普通通常3ヶ月です。現在コロナウイルス感染症の影響で、日本に入国が遅れている外国人に配慮してたびたび有効期限の延長されてますね。去年の10月末までに作成されたものは今年の4月30日まで、それ以降のものは有効期限が6ヶ月になってます。古いもので、中には2020年、約2年前ですね、に作成されたものもあり、2年も経つと状況も変わっている場合があるため、いずれにしても新しいものも含めて入国する、申請するときは、受け入れ所属機関が交付申請時の内容通りに、受け入れ可能であるということの証明が必要になります。また有効期限もついても今後状況次第で変動することがありますので、注意してください。以上です。